にちは、あんこにけです。今日はなんとあんこにけにとうとうじゃーん、ドギーボックスが来ました。ドギーボックスとは注文すると毎月届くワンちゃんのためのワクワク定期便です。じゃあ早速開けてみます。オープン。じゃーん、じゃーん、うーん、カードが入ってますね。フォレストティーパーティー、ドギボックス4月号のちょっとこちら待って、テーマがフォレストティーパーティーということで、可愛いカードが入っていました。そしておもちゃ、アップルパイのおもちゃです。可愛いね、ほら。普段ね、布製のおもちゃ買わないんですけれども、こういうのに入ってると嬉しいですよね。そしてハーブティー2パックが入ってます。中身はリリコス、ローズヒップ、ジャーマンカモミール、パセリが入っているハーブティーとなっています。そしておやつ、ポテト&パンプキン、なんかそのままフリーズドライみたいな感じですね。 おやつ入ってます。続いて何これ、ビンストディアフレックスということは鹿肉、鹿肉ですかね、鹿肉ふりかけとなってます。ご飯のトッピングにいいかもしれないですね。続いて、はい、読んで。スライスチキンジャーキー、これは分かった、が入っています。これ大好きだね、あんこにちゃんね。中身は以上です。それではおやつを実食してみたいと思います。3種類のおやつをお皿に盛りました。ちょっと全部は多いので少量だけ用意しました。待てよ、見てこの待ての顔真顔姉妹。それでは実食、よし。あら、二人とも鹿肉ふりかけから、あ、こちゃんささみ食べた。じゃあ、金ちゃん。あ、隠れて食べてる。取らないよ。こちゃん落ちたよ。戻ってきました。よし。お肉が好きなのね、甘党だと思ってたら。意外と。はい、美味しくいただきました。美味しかったみたいです。まだ探してるよ。続いてはアップルパイのおもちゃで遊んでみます。二人で仲良く遊べる犬、はーい、はーい、仲良く遊べる犬、はーい。じゃあ仲良く遊んでいきましょう。よしよし、あー、ワンちゃんに取られた。おお、ワンちゃんに取られた。こっちゃん持ってきて、こっちゃんちょうだい。ちょっと一つしかないとね、アンちゃん困っちゃうね。しばらくコニーが独り占めしていたのですが、激しいアップルパイ闘争が勃発。本来のアップルパイの遊び方と違った結末がこちらです。早速もう壊れちゃいました。
また出ちゃった。上のパイも。これはこう、ちょっとまた縫えば大丈夫かも。です。以上、4月号のドギーボックスの開封でした。ドギーボックス4月号のテーマがフォレストティーパーティーということで、それっぽいサムネイルを作ろうと孤軍奮闘しているアンコニーママの様子です。アンコニーはお昼寝してたので寝ぼけ顔になっちゃいました。サムネイルの撮影後は昨夜から水出ししていたハーブティーでお茶会です。ちゃんちょっと飲んでみよう。コニーは薄めより濃いめがお好みのようでした。お茶飲んでください。アンジーも美味しくお茶しました。アンコニ家のフォレストティーパーティーは楽しく終了しました。